ちゃにしてやるのに。お前が作ったやつや、ここのセリフかなりのパターンあるんだよな。雑談的な？早くパーツ回収してきてっていう催促がどんどん雑になってくる。愛されに卵がよー。パーツ入手ごとに若干会話変わってくからチェックだな。こっちはコピーチャレンジ部屋ができるのかってこれよこれ。20周年スペシャルコレクションでしか遊べなかった特別なチャレンジもできるといいな。無理か。自己完結の速さ、まだわからないじゃないのさ。期待しちゃいます。そうなったら久々にスマブラも復活だよ。あ、こんな逆輸入もあるの？間違いなく歴代最強格の能力だぞ。あれ AH のみじゃねえ。体験版専用のステージだい。ちょっと当たりの空気をこねコネしてる猫がいるわよ。シャレじゃないわよ。言わなきゃいいだろうが。うっそう、久しぶりだなウィップ。なんで今つけたの？超奇跡かなって。わあ。情緒。あれ？お、なんだこれ。気まぐれで右スペックを触ったら出た。アピールだー。ちゃんと新しい要素踏襲してくれるのやべえな。てか前回のコメントで気がついたんだけど、回避はそもそも砦だからだったわ。馴染みすぎて元からあったもんだと思っちゃったね。バーイ。なんかこのさ、少しだけだけど確実にやれること増えてるのがいいんだよな。カービィの変遷って。なんで今つけたの？超奇跡かなって。この連打が気持ちいい。石橋ジャンプみたい。ニュアンスだけなそれ。この技好き。こんな派手なのあるの？ディスカビで上昇系コマンドほぼなかったからこれいいわ。懐かしいわ。はぁ、初期初期ショー。月の表し方上がってない。お前よ。見つけちまったよ。海底物をさ、霊夢隊員見てくれ。見てこれ上のハンバーガーをめがけていくじゃん。食べれてないねん。絶対愛し方おかしいって。いやほら例えばさ、猫ちゃんが水道の水飲みたくてペロペロしながら頭に水かかってるやつあるやん。それや。しかしいきなり砂漠なんて。なんだこいつ、下まつげがあるよ。レディオスソープみたい。ユームットとかにしとけ。新能力の敵だこれ。おいこびんな。笑ってんだよお前も。これ事件だろ。これアシカ言うっぽいけど、畜生かわいすぎてむしゃくしゃしてきた。むしゃくしゃにしてやる。おし海生物に多いわー。いや絶対その一連の行為いらないでしょ。何してんだおめえ。生えてきた。ウェーブしてる。キャプチャーもできるの。投げ技あるってことか。あ、なんかここすごい荒木ひろし拳っぽくない？あ、もうそれにしか見えなくなるやつだ。おお、なんだろう。なんともありそうでなかったような。これストーンにもあったな。なんか思ったより器用だな。既存の能力のいいとこ取りだこれ。分断線も1対1も全部いけるぞ。キャーチャー。おー、これ砂漠走走できる。ヒッできる。なん笑って。いや、ごめんなの。砂漠走走って久々に聞いたから。おい技本当に多いなって。これリーフと同じ判定抜けだろ。上昇技もある。新規能力はやっぱ強くなきゃねー。おお、範囲ヒット。うわ、しかも2個出せるで。これで2つ目の城に判定残ってたらマジで出してるだけでなんとかなりそう。赤扉は謎解きね。なんかそれ前も同じフレーズ言ってたな。これは判定抜けてキャプチャーできる。ウィップでアイテム取れるよってやつなんだけど、ちゃんとでもできちゃうんだなこれが。あれこれめちゃくちゃ強くない？いい感じの壊れきたわね。どうしよう、ダッシュの無敵突進もあるよこれ。でちゃんと判定も消せるよ。上方向にもちゃんと強い攻撃出せるのがなかなかヤバしわね。食べられたい。え？うわぁ、ははつわ。ビビビビビビビ。むしゃむしゃされてる私たち。って見てこの口、よく見てて。これこの形好きわかる？わからん。メンダコの化け物みたいで可愛いだろうが。メンダコの化け物はそう見えてきたかもだわ。はぁ、楽しかった、ありがとね。情緒。あー、隊長だー。なんかすっごい久しぶりに見た気がする。ビームも懐かしい。波動ビームのためはスパデラのモーションが好きだった。みたいなモーションのやつ。はい、でこれ大好き技ね。好きあらばこれで浮いてこうとしちゃうやつ。波動ビームの回転率上げてくのがポイントだよな。わー、ヒットイオークが。そうだ、さっきの面で先こうと思って忘れてたやつが。なんだー？このステージのこれって一体何なの？これはコンソメキューブだぞ。あ、これショッペインだ。もういい、なんだかおしゃれな木の上に可愛いが根付いているよ。どうする？ショックス。今作も添い寝できるのね。前作もお前自身は添い寝できてねえんだよ。あれ？おや、水中でお得曇るのってスターラからじゃなかったっけ？これまた逆輸入ですか？これこれ、こういうので嫌がな、こういうので嫌がな。あと5分だけ寝かせてがさ。うん。絶対2時間はそのまま行くんだけど。5分は無理だよな。あら、まポットがありましてよ。アニメ逆輸入のやつだ。あとポットじゃないね。この技あるじゃない。上下できるやつだ。これ昔から飲めるのかなって間が刺すんだよ。飲めるでしょ。お前に聞く意味はないなって思ってさ。どっちかって言うと謎解きに重宝するタイプだったよな。これじわじわ水張ってくの好き。で、ウォーターだと水中で使える水鉄砲が強くなるんだよ。どう強くなるの？射程長くなって敵を貫通するようになる。で、お面にこんな隠し要素あるとかさ。これから80枚近く増えるってのにそれに付加価値つきまくるなんて思うか要素だろって。おお、小山田体験版仕様ですよ、ドドリアさん。霊夢です。ステージ1に戻ってきたな。賛同体験させてくれるためだけに次元歪ませてくれたんだね。ありがとね、ハルケンさんね、ほんと。すいません、どうも。アメちゃん食べる？出たよ、シリーズおなじみのカービィにしか害をなさない柱が。うっそう、ここダッシュ推奨ですぞ。意外と遅いな、何のり。この岩美味しそうじゃない？食べてみれば？やってみる。あ、これ私のキルポイントになるんだ。いや、ない、はい、あります、何かあります、ほらほら見て、ほら、服がマジであるのなんで、直感騒いじゃったわこれ。ディスカバリーの時クソダリクだったじゃん。カービィのカービィの隠し方に慣れてなかっただけだってばさ。ホッキーよい、こんなしっかりした隠し部屋体験版で用意されてるとかどうなってんだよ。おお、すごい。会社名をきれいにしとくのも忘れてないね。いや、というか体験版で春部屋用意するってなかなかじゃなくて、相当大盤振る舞いだよ。で、曲の店長あるかな。あるねー。グルメフェスで聞いたー。ちゃんと新作から来てくれるの助かる。
おやこれは？これあれやん、アライブルモールだ。ちゃんと新作から来たよ。シリーズ繋がってるね。続編ってアプローチじゃなくて曲で繋げるのがオシャレよ。一つ一つの作品の敷居を高くしすぎないのがポイントよね。直接的に続編って銘打たないのはどのカービィから遊んでも大丈夫って現れっすよ。でも曲とか懐かしボスで長く遊んでるファンも離さないのがね、たまらんよね。たまらないわよね。おお、来た。なんか銀河美少年みたいな装飾のやつ出たわ。砂漠中、グシ。恥ずかしいならやらなきゃいいでさ。ごめん、スーパー能力キャラは倒してもいいんだよね。はい、かわいい。帽子が漢字のしっぽくなってるのいいよね。あ、ポーズ変わってる。それぞれ能力らしさが際立ってるのがむっちゃええやん。どれどれ。あー、これよ。これよね、リメイクとかリマスターの醍醐味。ほんとドラゴンの輪郭しっかりしてる。こう比べると前作のドラゴン結構形のみって感じだったのね。アイコンもかなり迫力増したわ。もわっとしたな。もわっとうん、もわっと。あー、ほらほら見て。懐かしい牛の角だ。え、これ牛の角なの。綺麗なメインじゃないの。それは合ってるぜ。それは合ってるんだ。こんなに燃やしてるじゃん。めちゃくちゃに燃やしてるな。背景もクソ緑じゃないか。これ正面大火災になってるんじゃないかなって。これはね、絶対なってると思う。このクモッコもだいぶ海生物でいいよな。一回能力持ちになってたよね。これは違うよ。違う、違うって何がやねん。海生物と生物のボーダーがあるじゃん。そのラインを優に超えて生物になっちゃったんだよ。スターラで可愛いよ。可愛いんだけど海生物だった頃の誉れを忘れないでほしいんだよね。めんどくせえ子さんファンだよ。見てほらこのキッショイデカさ、たまらんだろ。指でツーッとしたいほど海生物だろ。ちょっと何言ってるかわからないですね。なんで何言ってるかわからないんだよ。レイムこれ、これレイム、クエクエクわーよ。歯切れ悪う。まあバーローは楽勝かな。見て見てほらこりゃチュー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 撮影、腑に落ちねえ。あれ、お前やったな。誰の話、銀リトルやめろ。見ときますか。何を。ゴールゲーム失敗モーション。失敗するとこれどうなるんだ。登る、いつものダンス。控えめダンスめっちゃ好き。わかる。はあ、ここよ、ここここ。岩で走り抜けるところね。落ちると来てくれるの。おそらくされるがままなのいいね。完全に異星人拉致のそれだったわ。くらえおいおい、なんてことさすがにダメか。ここで一発入ったらそれはそれで面白いな。これ会いたくなったら死にたがって気を引いてってメンヘラムーブできるんだよね。かませるわね、クソメンヘラムーブ。ドキドキしてきた。コメント見ててさ、結構今回のリメイク当時やってて待ちわびたみたいなコメントあって嬉しかったな。この動画見てくれてる世代に思った以上にぶっ刺さってたんだなって思ったわ。実況って形でいろいろ振り返れる動画にできるようゲームあるぞい。普通のイスピーだ。なんか普通のウィスピーが久しぶりすぎて逆にどういうパターンだったか。トンリンゴと空気弾よね。でここで仕切り直し。この前後第二形態システム確かいいからだよな。余って食べられたい。うわーん、もちゃもちゃされてる。おいしい。しょは、しょは、しょは、なんてこと言うんだよ。正論だぞ。縮小なんてやつなんだよい。これ口の中で見た。これクロマキー抜いて飾っとけるやん。ほんとだ。ボス撃破で反則ムービーだ。なんかクションみたいな光景だが実際こんな人数でプレイできるみたいだ。かわいそう。このモードも楽しみだよ。動画化まで頑張るぞ。ひよんなひよんな。いやどんだけ体験版に幅持たせてくるんだよ。あらあ、もう一個あったー。こりゃ一個じゃ終わんないわ。オールがついたわ。チャレンジもあるんだよな、きっとな。これさ、ディスカビより長くなるべくコンパクトにね。あー、格式高いコピー部屋だよ。サンドバックくんさんくんだ。いつもチャンネル登録高評価を言ってくれ。サンドバックくんさんくん。ディスカビでなくなっちゃった上下技がさ、使うような使わない絶妙な感じ好きで好きで、これこれ。はい、ジャンプの距離ってどのタイミングで使い分けを。謎解きとかチャレンジで最大ジャンプだと通り抜けちゃう距離感のやつがあったはず。こんなに技使えないよ。でもいろいろやってみたくなるだろ。不思議とそういう風にできてんだよな。謎に技幅多いコピーって。でやるならかっこよく使いたいじゃん。特にファイター、このコマンド量は無駄にかっこよく決めたくなるわね。確かにダンテとベヨネッタをうまく使えない時に申し訳なくなるあの気持ちが蘇る。忍者強かったよな。返し4連打経力の割に出が早すぎて偉いことなってたっけ。この煙玉ってどう使うの。そこそこなフレーム無敵になれる。今作緊急回避が充実したからちょっと使いどころがどうなるか。ちょっと忍者試しに振ってみるか。体力が EX 仕様に。あ、そうだ、体力の最大値から変えてくるのか。この最大値減るのがねえ、とっても地味に少ないんだよ。竜巻になってる。あー、カービィ2の時の根っこ刺し。ちょっと当て身のコッパみじん使ってみるか。いやー、いってー。綺麗に裏かられるのやめて。ガードコッパみじんのがいいか。直リンゴっぽいのもあるのね。あれ吸い込めないんだよ。まあ言うてもイスピーだしな。第一戦はしないか。フルがやべえ。前線に踏み込まれた時のため息感すごい。やっぱこれ見とかないとねえ。毎回付き合わされるカービィちゃんの気持ちよな。よだれをさ、ダメだよやめてよ、忍びないけど起こしましょう。リュフィ、往年のやつだ。バーイバーイ。クラッカーを使ってみよう。ボス戦で使えるの面白いな。強い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 な。あ、ここで捨て、今の敵だから捨てた方がいいか、ためらっちゃった。あー、今も捨てたら、これちょっとミスったな。で、明滅したら壊れるのも変わらず、使えなくなったら捨てる。これちゃんと全部当てたら倒せそうね。
ランダム能力さ、アイテムにあるのよ。新規が一つ混じってるな。あります?あ、ほんとだ。普通に見落としてるだけでニードル持ちそうな。やめてよー、これ好き。思ったより伸びるー。ほんとに使いやすくなったんだよニードル。想像以上にレンジが広いからおすすめ。まったこれ出たよ。私は二人。メタ様がやることに意味がある。メタ様には腰があることが証明された。メタ様とカビちゃんが見つめ合った。いや、景色を見ていたようだ。うるさいなぁ。せーのでドンは剣撃を飛ばして、コピーのソードとウィングのハイブリッドみたいな使い勝手なんだな。知らなかったわ。そらまあ知らないだろうさ。わぁ、多分もうしばらく使わないんだろうな。ソロでも使いたいなぁ。みんながみんなを裾分けできるわけじゃないんだろうな。ぼっちちゃん、生かしないでくれ。おびっくりした。こんなに派手なのかよ、カウンター。デデデのせーのでは勝利は衝撃派だ。使いたいわね、陛下。可愛らしいわ、旦那。愛おしいわね、大王様。肩こるのね、大王様。この闘神も慣れてきたわね、短足唇お化け。ありとあらゆるメディアの呼び方。火力めちゃくちゃ高いんだろうな。多分めちゃくちゃ強いんだろうな。この技なんかぶっ壊れなんだろう。スターラで使ってたはずなんだけどな。ウィーバンは全くさっぱりなんだ。なあ、アンデだろうな。もうすべてが憶測の勢いでねえ。何かは言おうよ、霊夢さ。ごめん。あのさ、素形部ってあるじゃん。あそこが綺麗な人って憧れるよね。お前ヒリ出すにしても雑談クソ下手クソか。全然画面関係ねえじゃねえか。みんなでドスコイは闇で腰飛ばし、ワドはディスカビでもたくさん使ったから操作感身近だぞ。これってバンダナをつけたからこんなに強くなったの？それともバンダナが強くしてるの？バンダナが強さの秘訣とかではないと思うが、クラウンなんじゃねえの？絶対適当なこと言ったのは分かった。最後にこれだけ。え、なんかあったっけ？あ、